はい、2月17日金曜日、ナスパスキーガーデンです。時刻は10時半を回ったところですね。快晴です。予報の通り、そして予想の通り雪がものすごく良くてですね、で気温どんどん上昇してますので、まあ午前中少しやっぱり表面、緩み始めては来てます。ですけれども、まあ、昼過ぎ、まあ、今日いっぱい夕方くらいまではフレッシュなこう圧雪された雪っていうのを楽しめるんじゃないかなと思います。まあ頂上か麓か、まあ、コースによって、この高度によってですね、標高によって、まあ、雪の質っていうのは変わると思うんですけども、ここ湯沢町ではすごい気持ちの良い朝から片栗粉のようなですね、雪を楽しめています。もう2月、昨日も言いましたけども、2月もう最終、まあ、末をちょっとに近づいてきてますので、本当に貴重なですね、この雪質というところですね。で今なぜちょっと景色を撮りたいところなんですけども、なぜこうリフトに乗りながらかというとですね、カモシカが3頭ですかね、今ちょうど画面の中央、今ちょっと2頭しか、確認できないんですけれども、3頭先ほど目撃できまして、遭遇できまして、まあ、それで今、カメラを、写真をですね回してると。肉眼で見るとはっきりわかるんですけどもね、なかなかカメラ越しだと真っ黒になってしまって、リフトに乗っている人もですね、結構わからなかったりするんですけども、ちょっと珍しかったので、リフトに乗りながらこの中央です。今2頭いますけどもね。はい、ということで景色もものすごくいいです。こんな感じで、後ろのこっち谷川岳方面ですけどもね、綺麗な景色を今見れています。ちょっとズームしてしまったので見にくいですけどもね、よいしょ、こんな感じです。岩っぱら方面ですね。はい、ということで今日のナスパの様子でした。以上。